油って一言で言っても種類がいろいろあるわけです。で、スーパーとか行ってももういろんな油がね、並んでますよね。だからそれを大まかにちょっとこう、分類して、区別できるようになってると、非常に自分がね、どういう油が必要かとか、どういう油を取ったらいいのかっていうのが分かってくるんですけども、簡単にちょっとね、油の分類っていうのをしてみようと思うんですけど、まあ、ちょっとね、言葉にすると難しいんですけど、あんまり難しく考える必要はないです。大きく分けると2つに分かれて、飽和脂肪酸っていうのと、不飽和脂肪酸っていうのが、まずあるんですね。不飽和脂肪酸。で、簡単に言うとですね、飽和脂肪酸っていうのが、これが固体状態のもの。固体状態の油です。だから、例えば、バターとか、バターとかラードとか、常温だと、こう、固まる油ですね。牛脂とかね、牛の油とか。なんかそういうもの。あるいは、ココナッツオイルね。植物性で言うと、ココナッツオイルとか、ヤシの油とかね。まあ、そんなものがあるわけです。これが、飽和脂肪酸っていうものになります。飽和って何ですかね？意味。飽和。飽和状態って言いますよね。いっぱい状態っていうことですね。油っていうのは炭素と水素の組み合わせでなってるんですけど、まあ、こんなね、僕も詳しくは知らないですけど、炭素が軸があって水素がこうくっついてるんですね。で、その水素が全部こう密集してというかね、空きがない状態。もう水素が全部くっついてる状態。そうすると飽和ですよね。飽和状態。これが飽和脂肪酸です。だから非常に、安定してるんですね。そうですね。ここがもし、こうないと不安定ですよね。でもこれが全部埋まってるということは安定してるんですよ。安定してるっていうことはどういうことかっていうと、劣化しにくいっていうことです。だから、酸化しにくいんですね。それがメリット。この動物性の油とか植物性のこのココナッツ油っていうのは非常に酸化しにくいんですね。だから熱にも強いし、そういうものにも料理にも向いているということが言えます。で、逆にこの不飽和脂肪酸っていうのは飽和してないっていうことですから、ここが抜けてたりね、こっちが抜けてたり、そういうちょっと不安定な状態。だから、デメリットとしては酸化しやすいっていうことですね。安定というか不安定な、こっちは不安定なんです。で、液体の状態になっているものがほとんどなんですね。だから固体と液体っていうふうにちょっと簡単にね、分けていただくといいのかなと思いますね。で、この不飽和脂肪酸っていうのが、またね、分かれるわけです。で、これも、名前見るとちょっとね、頭痛くなるかもしれないんですけど、一価と多価、不飽和脂肪酸と。まあ、これね、ほんと覚える必要ないんで、一応区別をつけていただくという意味で、今、大まかに分類していってます。で、一価不飽和脂肪酸っていうのは、これはですね、別名というか、よく言われるのがオメガ9系です。オメガ9。で、多価飽和脂肪酸っていうのは、実はこれ二つにまた分かれて、オメガ6とオメガ3というふうに分かれるわけです。なんかオメガ3とかね、オメガ6とかって聞いたことあると思うんですけど、そういうふうにね、分かれていきます。さっきこういう油のね、つながりがあるって言いましたけども、この一価不飽和脂肪酸っていうのは、この水素の穴が一つだけ空いてますよっていうことが、一価不飽和脂肪酸なんですね。で、多価っていうのはこの穴が、水素の穴がいっぱいありますよっていう。まあ、それだけの違いなんですけれども、それでまあ、このオメガ9とオメガ6、3っていうふうに分かれます。で、オメガ9っていうのが何かっていうと、その市販の油で言うと、有名なのがっていうか、ごめんなさい。油のその、成分で言うと、オレイン酸が主体なんですね。オレイン酸って聞いたことありますかね。オレイン酸。で、これの代表がオリーブ油ですよね。で、オメガ6系っていうのは、これはリノール酸って言います。リノール酸。で、オメガ3っていうのが、アルファリノレン酸っていうものになってるんですね。で、このリノール酸、オメガ6の代表として挙げるとすれば、これも紅花油とかね、ごま油とか、ここが結構多いですね。ひまわり油とか。まあ、市販の油、だいたいここになります。で、オメガ3系の油っていうのが、アマニ油。植物性で言うとアマニ油とか、シソの実油とか。そういったものが、多いですね。だからこれが、油の分類でね、覚えておいて、まあ、ざっくりこう、覚えておいていただくと、で、それぞれやっぱ違うわけです、働きがね。
で、それぞれのバランスっていうのが大事なんですね。例えば、これだけ集中して取ってると、逆に病気、バランス崩れて病気になったりするので、バランスっていうのをちょっと見ていただきながら、日常生活に取り入れていっていただく。で、これ以外の油で問題、今ちょっと問題になってるのがトランス脂肪酸っていう油になります。これは聞いたこと大体ありますかね。トランス脂肪酸。まあ、外国では今ほとんど規制されていってますので、もう危険な油っていうことで、外国の、ファーストフードの、まあ、マクがありますけど、あそこは、その、アメリカの方はトランス脂肪酸を禁止とかね、そういうふうに今なってきてます。だから、非常にもう外国ではかなり問題視されてて、非常にも、危ないという油。でも、日本では結構まだまだ表示義務もないし、使われている油です。で、トランス脂肪酸だけちょっと簡単に言っとこうと思うんですけども、トランス脂肪酸っていうのは、表示で言うと、マーガリン。まあ、昔ね、マーガリン、バターよりもマーガリンっていうことでね、言われてたと思うんですけど、実はそれ全くの間違いだったということですよね。マーガリンこそが非常に危険な油だと。うん。プラスチック食品って言って、まあ、非常に人工的な油なんですね。人工的に作った水素添加して作った油なので、非常にもう腐らないんですよ。全く腐らないと。で、虫も寄りつかない油っていうことで、こういうのを取ってると、細胞の膜ね、細胞の膜の状態が非常に悪くなりますし、心臓疾患とかね、心臓系の病気になりやすいって言われてます。だからアメリカが、心臓疾患一番多いね、死亡原因第一位っていうのは、このトランス脂肪酸の影響もかなりあったわけですよね。だから今それを気づいて、やめていってる方向に行ってます。マーガリンとか、ショートニング。ものですね。だからこういったものは、まあ、できるだけ、排除していく。どんだけ排除したらいいんですかっていうと、まあ、この山田先生は、ゼロがいいと。もうできたらゼロがいい。うん、取らない方がいいということを言ってます。ただやっぱりね、難しいですよね。考えたら市販のお菓子とか、もうケーキとかね、結構入ってるわけですよ。だから、まあ、ゼロにするのは難しいけど、ちょっと意識して、できるだけ取らないように。気をつけていただく方が絶対いいです。女性にとっても、その心臓系の疾患とか、子宮系の病気とか、冷えとかね、そういったものにも全部つながってきますので、できるだけこれを排除していくという方向。で、トランス脂肪酸っていうのは、結局何が悪いかっていうと、高温状態で、その生成するときにね、問題が出てくるわけです。だから、普通の市販の安い油ってありますよね。あれどうやって製法してるかっていうことですね。昔は、その、低温圧搾絞りって言って、まあ、別にコールドプレスとか言ってね、これだと低温圧搾っていうことで、30度以下の、温度で油を絞り取るっていうふうに規則があるんですね。で、それだと全く問題ないっていうか、このトランス脂肪酸は発生しないんですけども、今の油っていうのは、ヘキサンとか、ヘプタンっていうね、その、石油系の溶剤を使って油を絞り取るんですね。だからそれによって、その時高温でやるわけです。そうすると高温状態にすることで、このトランス脂肪酸が生成されて、非常に、これが含まれた油になってしまうんですね。だから今の、ほとんど安い油っていうのは、これが含まれてる。よくサラダ油とか、ありますよね。で、よく安売りとかしてますけど、あれは、まずこっちの、さっき書いた人を殺す油に入ってしまう。非常に危険な油なんですね。だからこちらの、ここら辺ですよね。オメガ6系の紅花ごまとか、まあ、サラダ油含めてあると思うんですけど、ここら辺の普通のね、絞った、普通のというかそのヘキサンとかを使ってる油っていうのは良くないわけですよね。取らない方がいいということです。で、こういう油を選ぶときに必ず、まあ、こういうのでも、例えばここにね、圧搾製法一番絞りとかって書いてますよね。あるいはこういう表示のところに、化学溶剤を使用しない昔ながらの圧搾製法で絞りましたというのが書いてますから、そういうのを書いてるちゃんとしたものを選ぶと。コールドプレスって書いてるか、あるいは低温圧搾とか、昔ながらの絞り方とか、そういうのが書いてるのを必ず選んでください。じゃないと、油取ってるどころか、このトランス脂肪酸がどんどん入ってきて、逆に、体を壊す。殺す油になってしまうということですから、ちょっとそれだけは本当注意して、製法、に関して本当に厳密に見るということですね。で、トランス脂肪酸の、まあ、代表的なというかね、よくこれ引き合いに出されるんですけど、コーヒーフレッシュってありますよね。はい。あれは、牛乳からできているのではないということですよね。牛乳とか生乳が原料じゃないと。その牛乳は一滴も入ってないわけです。何からできているかっていうと、サラダ油と水と乳化剤。
あと増粘多糖類とかカラメル色素とかね、まあ、いろんな添加物が入って、あの液体ができてるわけです。だから、まあ、よくファミリーレストランとか行くとね、あの、使い放題っていうことでね、ごそっともっとあの、カバンに入れる人もいるんですけど、あの、あれ良くないわけですよね。あれ、もうトランス脂肪酸の型、あの、サラダ油っていうことは、トランス脂肪酸が非常に多いですから、トランス脂肪酸の塊を飲んでるっていうようなもんなんですね。だからもしコーヒーとか飲まれるときにね、その、フレッシュ使いたいというときはもう本当に自分で牛乳買って、いい牛乳を買ってそれをちょっと入れるとかしていかないと意味がないわけです。